どうなんだジュド、グリフィスの容体は。俺は医者じゃないからな、詳しいことは。お願い。手も足も剣ごと持っていかれてる。立ち上がることも剣を握ることも、もう。そう。みんな急げ、今夜中には国境を越えるぞ。国境を越えて、その後は、その先はどうするんだ。やるっきゃねえよな。ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた怪しい連中が通りませんでしたか？あの…鷹狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ、楽しく刺激的にってな。追ってです、黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。ミッドランド軍でも一番荒っぽい連中さ。前の戦じゃ悪さが過ぎて辺境送りになったって聞いてたけど、こいつは噂以上に立ちが悪いぜ。奴ら今後も同じような罠を仕掛けてるに違いねえですぜ。だから、やだやだ、死ぬの生きるのなんて言ったら人生損しちゃうよ。Oh yeah!
して道を塞ぐんだ。殺せ、一人残らずぶっ殺しちまえ。噂に高い鷹の弾、たっぷりと味わわせてもらおうか。生きのいいのがいるじゃねえか。俺にも遊ばせろ。こいつのような先、この感じはあいつと同じ。しかしなぜだ、どうしてあんなものが俺やグリフィスの前にばかり現れる。石バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。俺のことは捨てて行け。あ
して再登場。どうしたの君たち、震えちゃって。黒犬騎士団心得。エンジョイアンドエキサイティング。そういうこと、忘れちゃダメだよ。なんて気だな。来るのか。よし、火で奴らを焼き払ってしまえ。俺のことは捨てて行け。Thank you.
おい、誰か助けろよ。ヘマをするとはね。カシラ、もうダメでさ。こいつら半端じゃねえ。何？祭りはこれからだってのに。たく、うちの連中は飽きっぽくていけねえ。助かったよ。ここは一丁、オイラが盛り上げてやるとするか。勝負をつける。こいつとは、こいつらとはどうしてもケリをつけなくちゃならねえんだ。自分の剣で通用するのか。本当に俺の剣はこの怪物に通用するのか。殺す。
やだ死にたくないよ。早く呼び出せあの方たちを。真紅のベヘリット、覇王の卵、呼び出せ。それを使って我らが守護天使を、4人のゴッドハンドを。ゴッド、てめえはゾッドノスレラドゥ、ノスレラドゥゾッド、てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても、それもまた俺の自由。待て、てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのはこいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、おい、冗談だよな。あのグリフィスが、これからじゃなかったのか。グリフィスが戻ってきて、これからじゃなかったのかよ。わけもわからねえうちに罪人にでっち上げられて、一年中虫キラみたいに逃げ回って、仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が。グリフィスあっての鷹の団、それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら、時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前、さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いな、お前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい叱咤。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お前は居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。
だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。隊長。ガッツ隊長。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら。今度は俺たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば傭兵だって何だって。